モデストマウスはアメリカ合衆国のロックバンド。1992年にワシントン州イサクアで結成され、現在はオレゴン州ポートランドを拠点として活動している。創設メンバーは、ボーカルギター担当のアイザック・ブロック、ドラム担当のジェレマイア・グリーン、ベース担当のエリック・ジュディ。結成から2年後にケーレコーズと契約し、多数のシングルをリリースした。 1996年には、アップレコーズより、デビューアルバムである、This is A Long Drive for Someone with n o c h i n Goods Sync About をリリース。以来、ブロックとジュディが、バンドの中枢を担ってきた。2006年には元、ザ・スミスのギタリストであるジョニー・イマーが加入した。2007年発表の We w e r e Dead Before The Ship Even Sine は、 ビルボードアルバムチャート第1位を獲得した。アイザック・ブロックがシアトル郊外のビデオ店に勤務していた時にバンドのベーシストとなるエリック・ジュディと出会った。ブロック、ジュディそして後にバンドにドラマーとして加わるジェレマイア・グリーンは当時全員シアトル近郊に居住しており、ほどなくして楽曲制作を始めるようになった。1994年、モデストマウスとして 初めての EP である、ブルーカデット -3、Do You Connect? を、カルビン・ジョンソンのダブのラコティックスタジオでレコーディングし、K レコーズよりリリースした。またこの時シングルであるブロークを、オリンピアのムーンスタジオで、C6 ・スティーブがレコーディングしている。また、同時期には、モデストマウスとして、初のアルバムとなる予定であった。 サッドサッピーサッカーのレコーディングも行っていたが、旅重なる遅れが原因で一時的にリリースが流れ、公式に発売されたのは2001年に入ってからで、あった。ライブで歌うアイザック・ブロック・アップ・レコーズに移籍後は2枚のフルアルバムと複数の EP をリリースしている。1996年4月には、モデスト・マウスのファーストアルバムである、This Is A Long Drive For Someone With Matching Sync About 8月には EP のインターステート8を発表した。2作ともスティーブ・オルドがプロデューサーを担当している。1997年にはセカンドアルバムのザ・ロンサム・クラウディッド・ウエストをリリース。このセカンドアルバムでモデスト・マウスは大きな成功をつかむきっかけを手にした。ザ・ロンサム・クラウディッド・ウエストは ピッチフォークメディアでも10点を獲得、同メディアの1990年代アルバムランキングでは29位に入るなど、評論家からも高い評価を受けるに至った。ザ・ロン・サム・クラウディッド・ウエストのリリースがきっかけでバンドは、カルト的な人気を得て、同時に1990年代のインディーロックをこのアルバムで定義づけたと評されている。 なおこのアルバムのリリースに先立ってバンドは EP The Fruits That 8 It Self を1996年にレコーディングしている。1999年、アップレコーズはバンドがこれまで発表したシングルや未発表曲を収録したコンピレーションアルバムである Building Nursing Out of Something をリリースしている。ありがとうございます。